いやこれ怖くない？結構見た感じパンチ効いてんだよ。溝に息したっていうの。もし周りにも人がいたら教えてもらっていいですか？でも明らかにでもこの柵最近ついてる感。誰か来た？さすがに。はい、ということで烏原貯水池到着しました。でここがですね結構広いんですよね。で今回行くのが、トンネル、そしてこの貯水池ですね。この2つをちょっとぐるっと回っていきたいなと思います。結構距離あるんで途中で車移動します。これはすごいな。っていうかさ、このボートな、このボート見るとな、はい、毎度ながらやけどダムって、まあ、ボートはあるもんやと思うんやけど、まあ、このボートで何人引き上げたんかなっていう話やな。結構ダムって釣り人多いやんか。はい、けどあんまりその釣り人の事故みたいな話って上がってけへんやんか。これあると思うねんか。え、何あれ、どうなってんの。本来こんなに池の傘がないってこと。あれ階段下に繋がってない、柵だけなの。いやこれ怖くない？結構見た感じパンチ効いてんだよ。うわ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 、珍しい形っすね。いやこれちょっと嫌やな。うわなんかちょっと嫌やんな。そうっすね、いつものダムじゃないよな。これまあ途中で柵切れてるけどさ、この柵ずっと向こうまでずっとってめっちゃ嫌ちゃう。見えへんやん、だって覗かれとってもわからんもん。めっちゃ年季入ってるのわかる。すごいよな、金が。そう、なんかすごいっすね。すごいよな、はい、これダムってさ、言うてもいろんなとこ行ってきて、まあ昭和のダムがやっぱ多いやん、はい、俺今見てびっくりしてんけどさ、このダム、まあ、少なからずこの橋、いや大正3年って書いてるな。今も事件事故多そうやけどな。気になるわ、こんなもんあるの。この山一体が分かんねえよな。あ、こっち側はずっと柵ついてるよ。なるほどなるほど。ここでこっち側が柵切れる理由っていうのが、まだこっちは浅いんや。なるほどね。だいたい高さで言うと3メーターぐらい。だいたい3メーターぐらいですね。これ嫌やな。でも明らかにでもこの柵最近ついてる感。まだここはマシな方やけど、ここですでに多分3、40メートルあるんじゃないかな。これ一人で来たら結構危険ちゃうかな。怖そう。で一応ここまでなんだ。
いやこれ改めて見たらもうこの見た目からやっぱ不気味ですね。これもう古いのがよう分かるな。はい、というわけでまずは先行ディエゴが行きたいと思います。今向かっているのはトンネルですね。この先にあるはずなんですけど、行きましょう。かなり雰囲気ありますね。これは結構短いトンネルなんですね。ただ現時点でこれだけは分かるんですけど、このトンネルの方がさっきの場所より気持ち悪いですね。すっごいこの山が気になります。上り坂のトンネル結構きついですね。早速入りましょう。落書きは、ああなるほど、これは落書きが消された後ですね。もともとは結構あったみたいですね。今はもう綺麗にされてます。かなりの上り坂で結構きついですね。はい、また行きました。こう見るとなかなかな急な坂ですね。そして帰りはトリフィールド、こちら使っていきたいと思います。こんばんは。トリフィールドの反動がちょっと今のところないので、ちょうど今僕真ん中にいますので、ここでスピリットボックスやっていきたいと思います。こんばんは。誰かいらっしゃいますか？こんばんは。お話できないでしょうか？こんばんは。この場所ではね、ここにいろんな事件がありましたので、僕一人なので大丈夫ですよ。さっきまでのあの違和感はどこに行ったんでしょうか。今何にもないですね。もう置き去りがもう最近嫌やな。怖い。まあディエゴの時は特に何も起きなかったみたいなんで、どうなんですかね。何か起きてくれることを願います。いや起きては欲しくないな。うわめっちゃくちゃ怖いこと思い出してまた。溝に息したっていうの、この溝ですよね。もしくはこっち側の溝。そういうことを考えると怖いな。ほんまにこれディーゴ何もなかったんかよ。普通にちょっと嫌な感じあるぞ。いやトンネルの前着きましたけど怖いな。いやトンネルの前着いたんですけど、こんなとこ絶対的に人来ないですから。マジで嫌なんですけど、めちゃくちゃ危ないんで来ない方がいいですね、ここは。でどうやらこのトンネルでは、まあ、警察から逃げてる2人乗りのバイクが
ちょっと勢い余って壁に激突してそのまま亡くなったっていう。なのでその2人のシミが壁に浮かび上がってるっていう、そういう情報もありました。同時にその壁のシミ見つけたいですね。トンネル自体はすごい短いんですけど、もともと落書きがすごかったんですね。今上から塗りつぶされて綺麗になってますけど、壁にシミが浮かび上がってるっていう話なんで、シミを消したりしないですよね。そんなことを言ってるうちに到着しました。出口です。この外がこれ高速道路なんかな。車の音めっちゃ聞こえますね。もしくは普通の道路。こっち側はやっぱりもうすごい安心感ありますね、出口側。入り口からこのトンネルにかけてめちゃくちゃ怖いです。なのでやっぱこの入り口側っていうのが、貯水池、そっち側なんで納得はできますよね。一応この場所トンネルに夜入ると帰ってこれなくなるっていう噂と、めちゃくちゃ心霊写真が撮れる、女性の霊が出る、そういう噂があります。まあ、ディエゴの時はトリフィールドの反応がなかったって話なんで、起動しておきます。今のところは数値0です。もし何か反応があるとすれば、音で分かると思います。ポケット入れておきます。やっぱこの入り口側怖いっすね。まあ、あるとすればこの入り口側ですよね。ちょっとやめてくれトリフィールド、反応してるって。やっぱ入り口側でしょ。音聞こえましたよね。結構回ってましたよ今。どこに反応したの。しかもこれ反応が一気に消えたということはそういうことですね、何かが一瞬通った。今近くにいらっしゃるんですか。もう一度近づいてもらえませんか。スピードボックスやってみます。こんばんは、ヤラダツと申します。もしよかったらお話しませんか。嫌です。女性の方がいると聞いたんですが、今の声の方で間違いないですか。うん、その女性の方に聞きます。他にいないですか。あなただけですか。綺麗。この音がうるさいってことですか。女性の方に聞きます。お名前聞いていいですか。はい、ということで、一応スピリットボックスなんですけども、あまり話してもらえなかったなっていう印象ですね。ちょっと質問を攻めすぎた感じはありましたね。若い女性の声が入ったんですよ。で、その人とは会話ができた気がします。ただその時に僕がちょっと攻めすぎたんですよね。普段あまり聞かないことなんですけど、まあ、名前とか年齢とか
をまあ聞いてしまって、あんまりこの自分のことを話したくないのか、うん、そこからもう会話が途絶えたっていう感じです。でそろそろ時間なので、マネージャーが迎えに来るんですが、もしこのトンネルに、存在するとすれば奥じゃなくこの手前ですね、うん、全然いててもおかしくないなっていう、その違和感はこの手前にはめちゃくちゃあるんで、後ほど定点カメラを置きに行きたいと思います。いやでもこのダムすごいですけどね。今近くいらっしゃいませんか？まず返事聞かせてもらっていいですか？特に会話は成立しなかったです。まあ無念は残ってるでしょうね。誰か近くにいらっしゃいますか？お話できないでしょうか？はい、ということで1年が経ちました。前回ここに訪れたのが2023年の3月、はい、そして今は2024年の3月です。やっぱりですね、いざ動画を作ろうとした時にあまり僕たちの中ではやりきった感がなかったので、今回ですねもう一度この場所に訪れました。一旦ちょっとついてきてもらっていいですか？やっぱり兵庫県の中では名前の売れている心霊スポット、一応そういった場所なので、再度ちょっとこのねトンネルにちょっと仕掛けをしていきたいなと思ってます。で一応ですね、普段定点カメラの時ってあのライトとその三脚をつけたカメラを置いてるんですけども、でいつもイヤホンつけても聞こえないっていう方が結構多いと思うんですけど、一応これ社外のマイク、すごいいいやつついてるんですよ。それでも一応聞こえないっていうことなので、今回ですね皆さんの声を取り入れました。で結構ですねこの野鳥の集音器を取り入れてほしいっていう声が多かったんですが、結構ね野鳥の集音器ってそんなすごいもんじゃないんですよ。結局野鳥の集音器とかああいう一直線にボーンって飛ばすああいう集音器を使ったところであんまり正直ね、変わりはないんですが、まあ最強のやつをね、はい、今回ちょっと用意しました。こちらです。もうほんまに音だけに特化した、もう集音器というのも総合のやつですね。もちろん野鳥モードとか自然モードとか何でもできるんですけど、とにかく多分この音声系で一番機能性が高いやつ、いや値段が高いやつです。これを使っていつも通り定点カメラと社外マイクプラスこの音に特化したものでこちらを撮影していきたいなと思います。まあ、ただやっぱりこのトンネルっていうよりもこの溝とかの可能性があるわけやろ？そうですね、一応まあ発見されたのはこの道路の縁の溝って言われてるんで、やんな、はい、だからトンネルに結局その霊とかが集まるんじゃないかみたいな感じなんですけども、ちょっといつもより手前かでやろっか。はい、この辺からぐらいでええんちゃう？結局トンネル見えたらいいやろ。この辺りでええんじゃん。はい、ではこれで定点カメラ置いていきます。はい、ということで2カ所目がこちらですね。こちらの東屋の横にテントを張って検証します。でこちらもですね、こういう角度で今から定点カメラを置くんですが、もちろん社外のマイクついてます。でもこちらも、別でですねボイスレコーダー用意してます。でこのボイスレコーダーに関しては先ほどのは直線に強いボイスレコーダーで、これは360度どこから音が聞こえたかっていうのが分かりやすい全部拾う、まあ、集音機というかボイスレコーダーですね。こちらも性能いいので一緒に置いておきたいと思います。やりますか？はい。
はい、というわけで早速スタートしたいと思います。テントの中に入りました。で、ヤカズさんとマネージャーは、車でこの場所を離れております。なのでこの場所には僕以外誰もいません。でもし仮に足音、声、そしてテントの周りに置いてあるセンサーライトなどが反応した場合は、まあ、霊がいるということですね。で、この場所の噂は、まあ、もちろんトンネルなんですけど、このダムの方にも、まあ、霊が出るといった噂があるんですよね。で、前回確かに特に大きなことはなかったんですけど、まあ1年ぶりにこの場所に来ていきなりテント検証なので、まあどういったことが起きるかちょっとしばらく待機して待っていきたいと思います。で、この場所の噂を、まあ、おさらいしておきますか。ここではですね、1990年代に、まあ、10代の、まあ、女の子が、まあ、乱暴されてそのまんまされたといった実際に起きた事件ですね。この事件自体はですね、この場所ではなくこのすぐ近くにあるトンネルの方で、まあ、あったみたいなんですけど、まあ、そのトンネルの道の溝っていうんですかね、道路の縁の溝に、まあ、その、まあ、女性の遺体が、まあ、放置されていた状態で発見されたみたいですね。で、この事件はですね、まあ、ネットではなんか、まあ、時効になって未解決事件だというふうに言われてるんですけど、実際にはちゃんとその犯人は捕まったみたいです。で、まあ、した場所は別の場所らしいんですけど、まあ、その遺体をこの付近に遺棄したと。まあ、なのでそこからこの場所は、まあ、女性の霊が出るといった噂があるんですけど、まあそう言われるとね、このダム自体ももともといる霊とかがいると思うので、まあ、ある意味引き寄せているような場所になっているんじゃないかなというふうに思います。まあただですね、今のところ特に変わったことは起きてないです。誰か来た？なんか今手叩く音みたいな、パンパンパパパパンみたいな、気のせいですかね。なんか今手を叩くような音が聞こえた感じがしたんですけど、やっぱテント検証は長い時間いるので、で外の状況もわからないので音に敏感になりますね。はい、検証開始から約20分経ちました。今のところ特に、まあ、何も起きてないかなというふうに思います。まあ、強いて言うなら、なんか手を叩くような音みたいなのが、ダムの方から聞こえてきましたね。ただ、まあ、見た感じ誰もいそうになかったので、うん、まあただね、あれは心霊現象ぽくはなかったですね。なので何とも言えない感じです。まあ、今のところ特に何も起きてないので、ここのメッシュも一旦もう全部閉じてしまって、まあ、完全に外の状況がわからない状態でより音に敏感になると思うので、ちょっとこう閉じましょうか。そうなんですよ、意外とテントって周りが見える方が安心するんですよ。周りが見えた方がこの安心するの分かりますか。この何も外の状況が分かんない時に足音とかするとめっちゃ怖いんですよ。で、開けるのも怖くなっちゃうんですよ。
だからもうよりちょっと追い込んでいこうかなと思います。よし、普通に人来たっすよね。まあ、ここめっちゃ有名な心霊スポットなんで、男性2人組ですね、多分。こんなところでテント張ってたらびっくりするでしょうね。まあでも多分こっちの方に上がってこないでしょう。みんな行くのが下のダムの方なんでね。あれ？あれ？あれ？話し声なくなりましたね。え？なんで？入り口には追っておさずに、トイレには追わず、こんばんは。誰かいますか？なんか自然すぎて怖くもないんですけど、逆にもうしっかり設置してあるんで、多分音声も間違いなく取れてると思うんですけど、この僕の反応分かりますよね。普通に人来たんですよ。姿形はもちろん見えてないです。ただ声が普通に聞こえて、なんだ普通に人来たんかいって僕普通に言ってると思うんですよ。僕のイメージはですけど、声の場所的に今そこにテント置いてるじゃないですか。なんか声の遠さ的にこの辺におるんかなって思ったんですよ。ただそれ以降一切声が聞こえなくなったのと、ライトをもちろん持ってなかったんじゃないですか。だってライト一切見えないですし、僕しばらく待ってましたけど、言うて1分後には出てると思います。どういうこと？マジで誰もおらんないけど。聞こえますか？聞こえるよ。なんか男性2人組の声が聞こえて、でその前もなんか拍手みたいな、なんか手3回ぐらい叩くみたいな音が聞こえて、であ人来たんかと思ってしばらく待ってたんですけど、それ以降全く声聞こえなくなって、でその声もめっちゃ近くで聞こえたんですよ。で誰も来ないから、普通にダムの方まで降りて見に行ったんですけど、誰一人おらんすね。今ちょうど俺ら山の入り口の方おるけど、それらしきものは来てないけどな、とか車が出てないな。よくよく考えたら車の音も何も聞こえんかったっすね。いや俺は入り口の前に車止めてるから、ちょっと一旦カメラ回しながらそっち向かってみるわ。了解です。ちょっと一回奥まで行ってみようか。はい、いや、こっち。ちょっと一回トンネルの方まで見に行ってみるわ。了解です。左手
手にトンネルの入り口があるんですよ。おらんな。ここ今目の前にポールが4本立ってると思うんですけど、この先は、車両禁止なんですよね。なのでここからは歩いては登っていけるんですが、ここには誰もいないですね。ひとまず合流しました。でもう、マジっすよ本当に。いや今ね、これなんで笑ってるかっていうと、僕とマネージャーは確かに本当に入り口にいたんですよ。ただあのほんまかってなってる。もう絶対信じてないんやろうなと思って、うん、もう説明しますね、うん、普通にあのまず検証しだして、うん、10分ぐらいした時になんかこのみたいなのが聞こえたんですよ、うん、で、あ、なんか手叩く音みたいなの聞こえましたね、うん、とか言ってあんまり触れなかったんですよ。で、まあ気のせいですかね、全然、まあ、怖い感じもないですかね、とか言って、でそこから20分ぐらい経って、まあ、特に何も起きてないんで、音に集中したいんで、あの横メッシュにしてたんで、もう完全に締め切って、外の状況が分かんないようにして、音に集中したいと思いますって言って、締めた瞬間に、なんか、男の人が、なんか、普通に、2人組くらいで話してる声が聞こえたんですよ。それは何なん、その動画にちゃんと入ってる系なん。絶対入ってると思います。いや、これをなぜ僕ここまでなんか疑ってるかっていうと、その確かに僕たちが入り口にいたので、あの人が来た場合っていうのはまず分かるんですよ。ただまあ来てなかったんですよね。その時点ですげえなとは思うんですけど、たまたまあの最近ですね、旧小峰トンネルって言って、もう声がはっきり入った動画が更新されたばっかりなんですよ。なのであの本当に最近上がったばっかりなのに、立て続けにこんなこと起きるかみたいな、そんな感じです。まあまあ撮影自体は小峰トンネルもう3ヶ月前ぐらいやけど。そうですけどね。マジ、はい、それがだからどんだけはっきり入ってるかや。逆にこれでさ、はい、D 動かせてもうはっきり聞こえたわけやろ、はい、で周り見に行ったりとかしておらんかったわけやろ、はい、これで音声全く入ってない方が俺は怖い。いや逆にな、入ってるっすよあれは。そんなはっきりな、めっちゃはっきりっすよ。普通に人来たっすね。入ってそう。うわぁ、入ってないんかな。マジで？いや、入ってない方が怖いよ。ボイスレコーダーがどうかやな。そうっすね。うわ、一応ディエゴが反応してるところは分かる。まあそうっすね、多分聞いてもらったら、うわ普通に人来たっすね、多分ボソッと言ってるんですよ。いや聞こえへんな。え、でもはっきり聞こえたよ。めっちゃはっきりっすよ。うわ、ボイスレコーダーにかすかにでも入ってくれてたら伝わるんですけどね。普通に人来たって思ったっすからね。はい、ということで交代しました。ここからまずディエゴとマネージャーが、まあ、入り口というか出口の方に今から車で行くので、そこで一旦どんな感じで声が聞こえたかっていうのを、検証してみたいと思います。まあ、テストですね。では車が下がっていきますので、僕はテントの中入っていきたいと思います。よいしょ。こっちを開けとっていいかな。
今ここにハイエースがいますね。ライト切れました。多分この辺りから、先ほどの再現をするんじゃないですかね。聞こえるよ。ちょっと今から喋ってみるので聞こえるかちょっと確認してほしいです。了解。聞こえる。結構はっきりですか？めっちゃはっきり聞こえたで。これは聞こえますか？聞こえるよ。結構小さいですか？小さいけど、あ、そっち側に人おるんやなっていうのははっきりわかる。多分僕もそのぐらいの音量で聞こえてるんです。なるほどなるほど。多分人が来た時に普通に友達と話すぐらいの声量やわ。だったら多分僕のこと見えますよね。今そのハイエースの前に立ってるのがディエゴ。これが僕です。見える見える。でちなみにそれは今どこ、そのトイレの前ぐらい？ちょうどトイレの前ですね。ってことは、まあ、ハイエース止めたりとか、まあ、車止めれる場所がその辺りやから、その辺におった場合っていうのはすぐに確認できるな。一応声聞こえた瞬間、この方を見たっていう、誰もいなかったですね、その時は。なるほどね。まあまあ、ちょっとそれは違和感っちゃ違和感やな。まあ、強いて言うなら、まあ、そんな意地悪なことせえへんと思うけど、声聞こえた瞬間に誰かおると思って草むら隠れたりとかライトを消したりとか、まあ、そこまでせえへん限りは、普通やったら目視で確認できるな。そうですね。まあ僕も実際のところは分かんないんで、まあ、あとは音声が入ってるか入ってないかですね。うん、了解了解。とりあえず俺このまま検証続けるわ。1時間了解です。はい、ということで今からテント検証の方をスタートしたいと思います。まあ、とりあえずちょっと今のところ僕もよく分かってないのが正直なところです。どうもですね、僕とマネージャーがそのいまいちピンと来てない理由っていうのが、まあ、普通にディエゴが人の声っぽく聞こえたって言うからなんですよ。もうそれだけです、理由は。それがなんか人の声なんですけどなんか気持ち悪いんですよねとか、何か一つね付け加えてくれていたらここまでまあなんか勘ぐることはなかったのかなっていう。ただまあまあディエゴがあそこまで焦る気持ちっていうのはもう本当にもうめちゃくちゃわかります。だって普通にここに人がいるはずがそもそもないですからね。まあ、その声が僕にも聞こえた時ですよね。もうそれはもう間違いなく人じゃないっていうことは確定しますね。いやもうこれ後ろ開けてるの気になるわ。こうやって前向いてる時に後ろから顔出てきたらめっちゃ怖くないですか？っていうかこの状況って本当にめっちゃくちゃ怖いですからね。喋らないやってられん。はい、ということで30分経ちましたが今のところ、何も変わったことはありません。はじめ怖かったのはやっぱり先入観でしょうか。ディエゴが先ほどちょっと怖いことを言っていたのでそれで怖かったのかもしれません。今のところは、特に何も起きてなければ嫌な何かを感じたりとかもしておりません。本当はこんな後ろとか窓開けてたら怖いんですけどね。そこまで何もないかなと思います。もう少し、時間ありますので、検証を続けましょう。時間も50分経ってますんでちょっとここらで一発スピリットボックスで会話を試みたいと思います。こんばんは、ヤーカズと申します。もしよかったらお返事いただけませんか？
車が帰ってきましたね。では1時間が経ちましたので検証の方終了したいと思います。ダラスメンが選ぶ超怖い映像。僕たち以外に他に人はいなかったと。え、これ何ガチなの？ガチャの顔というか、はい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 、はい、普通に更新してたりしそうやん。どの人形も1回ずつはあるでしょう、ね、例でしょ。加工じゃなかったらヤバい写真です、ね、変に顔バーンって写るよりこっちの方が怖いわ。ありえないぐらいはっきり写ってる映像ですよね。まあ写真ですよね、はい、子供と人形がセットってなったら、はい、信憑性増すなよ。うわー